グランパンパスです。今回は NGT48 の、本当に、まあ、劇場に通ってるファンが声を上げていない問題っていうのがありますが、実は上げているんだけれども運営側がそれを隠蔽して書き消している可能性があったっていう話と、 NGT48 に関して運営の隠蔽体質とかいわゆる厄介オタが大量にいるっていう部分に関して、他のアイドルグループとかにもやっぱりそういうのってあるわけですけれども、自分の近くにジャニーオタっていうかジャニーズが好きな女の子がいたりとか、あとハロプロ好きな人がいるんですよね。で、まあそれもそうだし、ネットとかでも出ている声があって、結局その厄介オタっていうのはどこにでもいて、運営に対して多かれ少なかれみんな不満は持っていると。 NGT48 ファンに関しても運営に対してずっと不満持っていた人っていうのはやっぱ多かったらしいっていうのもあって、それに関しても他の動画チャンネルさんとかでも、まあ、聞いたりとか、まあ、MK2 チャンネルさんとかでもね見たりとかしたんですけれども、ジャニーオタとかから聞いた話で、まあ、結局ジャニーズ好きな人なんですが、同じ、まあ、性別は違いますがアイドルグループの話なんで、ニュースとかはやっぱチェックはしたらしいんですよね。その結果やっぱ上記してるっていうか、明らかにひどいって話をしてまして、ここまでじゃないって話をねされたことがありました。ハロプロオタの人からも似たような話をされました。だからやはり NGT48、まあ、AKS っていう部分も含めて新潟のあのグループの運営っていうのはおかしかったんだなっていうのはわかるわけですよね。まあ、これは誰でもわかることではありますけど、改めてそういうふうにみんな思っていたっていうのがあって、だからアイドルグループの中のファンの中だけで収まらずに社会現象になってしまったっていうところってあるんですよね。おそらくは明らかにおかしかったと。でそういう運営なので多分なんですが、熱心なファンの声とかは全く聞くことはないと思うんですよね。で熱心なファンだったらグループ自体がなくなってほしいなんて思ってはいないので、例えば SNS とかそういったところにそういった情報っていうのは拡散しないと思うので、片や私たちはその実際に得ることのできる情報っていうとそういう SNS とかしかないわけですけれども、その中にはちょっとよくわからないツイートをする人っていうのが一定数いて、そこの人たちだけを見てファンの人たちみんなこうなんだなって思うわけには本当はいかないんですが、イメージとしてそうなってしまうなっていうのはあります。 SNS 上でも NGT 好きの人でそういうちゃんとした人っていうのはもちろんいるわけですけど、そういう人たちが生きづらくなってるっていうか、 SNS なんかでは発信がしづらくなってるって状況はありますね。これもそのまあ今までずっと運営がいろんなことをひた隠しにしてきたのがあって、まともな感性持った人が意思を発信するのが難しくなってるっていうのはあると思うんですけれども、まあ、これはその NGT に限ったことではないですが、多分運営側としてじゃあ普通のファンが何か文句を言ってきたと、まあ、文句っていうか意見を言ってきたとしますね。でそれ運営側としてはどう思うか、まあ大して金も落とさない素人のくせに素人の分際で何言ってんだこいつぐらいな風にしか思わない可能性があると。でそこが不当客だったり、あるいはそういう厄介オタって言われる人たちに関しては放っておくともっとやばいことをする可能性があるから、それに対しては対応をすると。そうなってくると不当客とか厄介オタの人たちはそのファンの中で上下関係というか、自分たちがいわゆる上級国民というか上級ファンだっていう感覚になって、それでその中で主導権を握るようになるんじゃないかなっていう部分ってありますね。で本当はバカバカしい話なんですが、ファンの中でそういうカースト制度みたいな、そういう意味のない上下関係みたいなのが暗黙のうちにできていて、で普通の劇場公演とかライブとか楽しみたいだけのファンはそういう人たちのことをどうにもできないので、もう何も言わずにその無視をするしかないっていう、スルーするしかないっていうことになると。でおそらくは厄介オタっていう人たちは多少その反社会的な気質の人とかサイコパス気質の人っていうのもいるはずなので、
サイコパス的な人間に関してはまずスルーをするしかないっていうのはね、メンタリスト DAIGO さんとかも言っている話ですが、だからそれをちゃんと意識しずしているしていないに関わらず、そういう連中とは関わらないようにすると、だ運営側としてもそういう人たちをうまく利用していたつもりだったんでしょう。あ、それこそ今村さんがね、うん、俺はあいつらをなんかね、なんか手なずけようとしてんだみたいなこと言ってたらしいですからね、そこのことの信憑性もねよくわかんないんですけれども、だから声を上げられない状況というか、そういう感じの構図ができていたんじゃないかなっていうような、まあ言ってみれば恐怖政治ですよね。独裁国家と同じようなもんで、まあ、国家というような大行なことにする必要があるかどうかは分かりませんが、それに近いことだって思うといろいろと分かりやすいなっていうところがあります。で、社会現象化しちゃったことによって、その今まで多分その運営側がやってきたいろいろな隠蔽工作だったり運営の仕方、良くも悪くも、まあ、一部のファンを優遇したりする可能性があったりとかしたとしても、それが通じてきたのが通じなくなっちゃったっていうのがあったはずなんですよ。それというのが、例えばなんですが、中国っていう国はね、代々その孫子の兵法を使っていろいろとね戦ったりとか戦争をしてきたりとかしていたわけで、むしろ今の中国政府もね案外孫子の兵法を使ったりなんかしてるって話もあるぐらいで、なんですけれども、その北方騎馬民族、有名なところで言うと、チンギス・ハン、フビライ・ハンなどのね、大モンゴル帝国ですけれども、中国の漢民族の孫子の兵法は、北方騎馬民族には全然通じなかったっていう話も聞きます。だから実際には、モンゴル帝国にね、中国は占領されちゃって、元っていう国を作られちゃったりもしてますけれども、そのモンゴル、チンギス・ハンの一族以外のところでも、たびたび、特に北方騎馬民族からは、町を襲撃を受けていろいろとやられたりしているそうです。だから孫子の兵法は中国の中でのコミュニティでやるとしてはすごく有用だったわけですけれども、戦う場所が違ったりとかしてしまうとそれが通用しなくなるっていうのがあったらしいんですよね。で、今回の場合は今まではアイドルグループの中で収まっていた、そう厄介オタとか太客とか一般客とかアイドルとの関係をそれで収まっていたのが、ネット民とかガルちゃんとか、まあ、シークレットナイトさんはじめとする YouTuber とか、あと一部のメディア、弁護士、専門家、学者、そういう人たちが今まではいなかったのに出てきたことによって戦うフィールドが変わってしまったっていうところがあったと思うんですよね。だから北方騎馬民族が攻めてきたような感覚だったんじゃないかなって思います。ただそれを意識していたとは思いません。だから相手が北方騎馬民族で孫子の兵法が通じないのに同じ兵法を使ってやろうとした結果、残念ながらうまくいかなかったってことだと思うんですね。だからまあ孫子の洋館編というのにちょうどあるんですけれども、まあ、洋館というのはまあ情報戦の話ということで、まあ、ここではざっくりとだけ紹介しますけれども、まあ洋館、まあ情報戦においてまあ昔からあるらしいんですよ。要するに偽情報や誤情報を流すことで敵を欺いて、味方の艦長にそのことを自国に報告させ、敵がその偽情報に乗せられて動くのを待ち受けるものっていうかね、これまあ要するに週刊誌とかね、一部御用メディアみたいな人たちに偽情報とか誤った情報を流させて、それでうまくね扇動して、例えばまあおそらく一番最初は山口真帆さんがメンヘラだっていうような誤情報、偽情報を流して、それですぐに収めるつもりだったんだと思うんですよね。ただ残念ながらそれがファンとか劇場とかに来ている人とかそういうところだけだったら通じたんでしょうが、そこに普段そのアイドルファンじゃなかった人たち、まあむしろ私もそうですけれども、というのが出てきて、それでいろいろと情報をね掘り下げていったりとかしたことがあったのがあって、だからこの孫子の兵法の洋館編でやってたこれをやって、本当はそれで収まるはずだったんです。でも北方騎馬民族であるネット民たちにはそれが通じなかったって話ですね。だからそれが気づける人がいればよかったんですが、おそらくあそこの会社にはそういう軍師みたいな諸葛亮や芝居みたいなね長領みたいな人はいないと思うのでね、だから残念ながら気づけませんでしたっていうことですね。
まあ、それがあった時点でね、本当はすぐに対応をして変えるべきだったのかもしれないですけどね。まあ、それができるんだったらこんな風に長引いてはいないし、むしろ去年のね、山口真帆さんたち卒業した時に NGT は NGT でちゃんと経営を立て直して、今頃はまあお互い違う道でお互い頑張っていけるような感じになっていたでしょうけどね。で、宅建太郎さんが、まあ、NGT 新潟県情報公開3月29日の AKS 謝罪訪問という動画を上げていて、それともう一つスペシャルサポーター問題という情報の動画も上げておりますけれども、そうですね、こちらの方まだ見てないんですが、ちょっと後ほど見ようかなって思ってますね。まあ、だから、まあ、いわゆるね、運営側がその戦略を見誤らなければねっていうところは本当に今でもありますね。うん、だからそういう厄介オタとかは別にいいですけど、普通のファンとしてはやりきれないんじゃないですかね。おそらくはそうやってちゃんとね、いろいろと苦言を呈してきた熱心なファンもいたと思うんですよ。で、それがまあ結局何にも受け入れられずに幻滅してしまってっていうことになるし、かたや今現在も東京とかでばっかりねライブをするような感じしかできなくなっちゃって、本当は現地でやるべきなのに、それを世論がなかなか許してくれる土壌にないですからね。聞いた話ですけど、パフォーマンスの能力ってのはちゃんとね、上がってるらしいんですよ。でもそれが伝わるような感じには今なってませんし、だから本当に気の毒なのは、ただ純粋にアイドルを応援して自分の推しを応援したかった、あるいは今もしている人たちであって、それが一部の突出したファンみたいな人がネットとかで SNS とかでいろんなことを言っちゃうことによってイメージもどんどん悪くなってしまうのもあって、でも多分そういう人っていうのは多分それで怒りとか憤りとかね、そういう苦しみみたいなリプが来るのが楽しいだけの人っていうのがあるので、私としてはそういう人たちが NGT48 のファンだったりアイドルファンだとは思っておりませんけれども、まあ、でもこれもそれもこれもね、全部初動が悪かったっていうのもありますが、初動以前にそのずっとやっていた体質が悪かったんだなっていう話ですよね、きっとね。そうなってくると多分厄介オタをその手なずけている可愛いやつらとか言っていた、全支配人のせいじゃねえかなっていうことになるんですけどね。中井理香さんの件だってね、結局中井理香さんがやばいんじゃないかなって思わされてしまったりとか、卒業した方がいいってみんなが言うっていうような状況っていうのはね、卒業した方が安心するグループっていうふうに思われちゃった時点で、もう多分アイドルグループとしてはもうすでに終わってしまってるんですよね。冒頭で言ったハロプロとかジャニーズとか、結局運営が問題あったりとか厄介オタがいるっていう話があったとして、でも別にほらジャニーズとかね、ハロプロ自体を潰せなんていう人誰もいないですからね。誰もじゃないかもしれないけど、全然そういう行為はないですからね。まあどうなっていくんでしょうか。とりあえず宅建太郎さんの動画ね、見てみようと思います。あ、それとまあ本件とは関係ないですが、欅坂46について語った動画、前回出した動画の続きみたいなやつがもう一個あるんで、それも後ほどね、まあ今日か明日ぐらいにあげようかなって思ってます。そちらは至ってのんきなものでございますけれども、もしよかったら見てくださいって感じです。はい、ではこの辺で失礼いたします。私の動画チャンネル、チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録お願いいたします。グランパンパスのチャンネルを登録して、言いたいことを言える世界を作りましょう。それでは失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。